こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回のカードリーディングは8月の運勢を占っていこうと思います。今回占うのは蟹座さん、サソリ座さん、魚座さん、この3つの水の星座さんの8月の運勢を占っていきたいと思います。こちらのチャンネルではこんな感じでオラクルカード、タロットカードを使ったリーディング、占いの動画ですとか新しいデッキの開封動画なんかもアップしてます。ご興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで8月の運勢なんですけれども、まあ8月はですね、やっぱりこのヒノキっていうのがすごく強くなってきますね。で、まあ、今回はね、水の星座さんのリーディングなので結構ですね、夏とか暑い時ですよね、エネルギー的に強すぎるなって、やられちゃうなって思われる方も結構いらっしゃるかもしれないですね。やっぱりこう水の星座さんって水の気が結構多いので、まあ中にはですね、まあ、特にこの8月の12日ぐらいまでの間はですね、ものすごく地球に光が注いできているっていうのもあってですね、体調を崩されたりとかちょっとしんどいなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、でもその間もですね、体っていうのは光を受け取ったりとか、体の中で、まあ、ご自分の中でですね、いろいろ起きていると思いますので、このね8月を最大限に利用して、そしてこの秋につなげていくっていう形にしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、具体的にどうリーディングをするかなんですけれども、まず8月をですね、前半と後半に分けてリーディングをしたいと思います。前半が満月前後ですね、8月4日の水瓶座の満月前後、そして後半が8月19日の獅子座の新月前後ですね。こういう風に分けてリーディングをしていこうと思います。そうするとちょうどですね、8月の前半後半という形で分けることができるので、そういうざっくりした形でエネルギーを見ながら運勢を占っていきたいと思います。そしてこちらのカードなんですけれども、このカード自体の意味とですね、こちらで並べている目的っていうのがちょっと違います。こちらはサソリ座さんの満月前後の運勢、こちらはサソリ座さんの新月前後の運勢という形でビジュアルで表しています。なのでカード自体はサソリ座の満月、サソリ座の新月という形になってるんですけれども、カード本来の意味とは違う目的で使用していることをご了承ください。あとですね、基本的に今回占っていくのは太陽星座ですね、一般的にホロスコープ、星占いで使われている星座で占っていこうと思うんですけれども、もしも聞いてみてですね、なんかしっくりこないなとか、なんか違うなって感じる方はぜひアセンダントの星座もご覧いただくと参考になるんじゃないかなっていうふうに思います。アセンダントはインターネットで Google とかで検索するとですね、ご自分のアセンダント算出できるようになってますので、ぜひ気になる方はそちらもご参照ください。ということで今回使っていくデッキさんをご紹介したいと思います。まず最初にですね、こちらの The Secret Language of Light、オラクルカードですね、こちらを1枚引いて8月のテーマを見ていきたいと思います。こちらは光のテーマになります。そしてもう1枚オラクルカード、こちらですね、 The Universe Has Your Back、 こちらを1枚引いて、こちらも8月のテーマ見ていきたいと思います。で、その後ですね、前半後半と分けて、まずこちらのQueen of the Moon Oracle、 こちらを1枚引いてキーワードを拾っていきたいと思います。そしてその後こちらのタロットデッキですね、 Threads of Fate, The Weaver Tarot, The Journeyer Edition、 こちらから1枚引いてアドバイスをいただきたいと思います。はい、では早速蟹座さんから8月の運勢見ていきたいと思います。まずはこちらのオラクルカードで8月のテーマを見ていきますね。どのような光のテーマになるでしょうか。はい、こちらです。 Visualize、 あー、すごく素敵なカードが出ましたね。色使いが本当に美しいですよね。 Visualize ということで、まずここに置いておきますね。で、その後
こちらを1枚引いていきます。8月のテーマですね。はい。I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am love and miracles are natural. はい、こちらのね、カードですね。そうですね、まあ、8月のテーマね、蟹座さんのテーマなんですけれども、こちらもね、ビジュアライゼーションということですよね。まあ、このカードにも出ている通り、ご自分のイメージですよね。心の中で思い浮かぶイメージとか、映像でなくてもいいんですけれども、まあ、人によっては言葉で思い描くのが得意な方もいらっしゃいますし、なんかこうメロディーみたいな音楽で耳で聞くような、まあ、実際に聞いているわけではないんですけれども、そのご自分の中でですね、音楽を奏でたりとか、まあ、いろいろパターンはあると思うんですね。なので、まあ、ビジュアルだけにこだわる必要はないと思うんですけれども、その外側で起きている現実と、そのご自分の内側の中ですよね、内側をできるだけセパレートしていく、話して考えるっていうことですよね。それがテーマになってくるかなというふうに思います。で、普通に生活をしているとですね、現実を、目の前の現実をですね、生きている、まあ、とっぷり使っているっていう感じになるので、なんかそうするとご自分の内面よりも現実を生きている割合の方が高くなってくるんですね。そうするとこの現実っていうのが、まあ、全てになりますよね。ご自分の全てになる。そうすると現実っていうのがだんだんこうパワーを持ってくる、自分に対して影響を与えるようになってくるので、まあ、こちらのカードにもあります通り、8月はですね、結構意識して現実でやっていることの手を止めて、そしてこうご自分の内側に意識を向ける、そういう時間を多く、なるべく多くですね、取ってもらうといいのかなっていうふうに思いますね。そしてまあ、人によってはビジュアライゼーションとかしていただいてもいいとは思うんですけれども、まあ、単純にですね、ビジュアライゼーションとかですね、苦手な方も結構いらっしゃると思うので、ただですね、こう内面に意識を向けて、この自分の意識が体の中にあるっていうのをですね、感じていただいて、そして呼吸を感じたりとか、こう空気感を感じたりとかですね、この皮膚が空気に触れている感じを感じたりとか、この意識をご自分の中に向けるっていうことですよね。そしてこのご自分の中で光を感じたりとか、温かさを感じたりとか、愛のエネルギーを感じたりとか、そういう時間をなるべく一日の中で多く取るようにするといいと思います。例えばこう時間を決めてするとかですね、またはタイマーとかをかけていただいてですね、2時間に1回とか1時間に1回とか、そういう感じでこう定期的にご自分の内側に意識をフォーカスする、まあ、これはマインドフルっていうことでもあると思うんですね。まあ、やり方はいろいろあるので、別に決まったやり方に固執する必要はないんですけれども、もう本当に目を閉じて静かにご自分の内側を感じていただいて、まあ、五感を研ぎ澄ますっていうのでもいいと思います。そして呼吸に意識を向けるとかですね、意識して深呼吸をしてみるとか、そういうことをするだけでだいぶ内面に意識をフォーカスするっていう効果が得られると思うんですね。そうするとご自分の現実に何が起きていようとも、ご自分のこの内側ですよね、ホームみたいな感じですよね、そのホームに戻ってくることができればですね、外側で何が起きても大丈夫な自分を獲得することができるんですね。やはり少しずつ少しずつ慣らしていく、トレーニングしていくっていう必要はあるのかなとは思うんですけれども、
この内側の光を感じるっていうことですよね。まあ、つまりそのご自分が愛のエネルギーそのものだということを思い出すっていう作業になると思うんですけれども、そうやってこの内側の光、内側の愛のエネルギーにいつでもフォーカスすることができる、チューインすることができる、このプラグをですね、現実に起きていることに刺さっているプラグをこう外して、ご自分の内側の温かいエネルギーとか愛のエネルギーとか、そういうものにプラグを、コンセントを刺すっていうことですね。それができるようになると、ご自分の現実っていうのがどんどん変わってくるんですね。で、おそらくこの8月っていうのはそれを練習することで、秋以降ですね、どん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 そのご自分の内側、内面が現実化する、表面に現れるっていう具現化が加速してくるんじゃないかなっていうふうに思います。現実っていうのは過去の自分の心の中の状態が反映されたものなんですよね。まあ、厳密に言うと心の中の状態というか、ご自分の波動なんですけれども、その波動を構成する大きな要因の一つに、その心の在り方ですよね。感情であったりとか、思考であったりとか、意識っていうのもありますので、まあ、ご自分のね、内面が外側に反映されるっていうふうに単純に思っていただいてもいいと思うんですけれども、まあね、思考が現実化するっていう風に言われてますよね。まあ、それは本当で、それをですね、まあ、テクニック的にというか、意識して慣らしていく、意識して一日のうちに何回もそういう時間を取り入れてくる、いくことによってですね、秋以降の運勢っていうのがガラリと変わってくると思いますね。今すごく大事なね、時期に来ていると思いますので、こちらのテーマぜひ取り組んでいただきたいと思います。はい、ではまずは8月の満月前後ですね、上旬のキーワード拾っていきたいと思います。蟹座さんのキーワードですね、 The Path Waxing Crescent 6。 なるほど、素敵なね、カードが出ました。そしてタロットカードですね、前半満月前後の運勢になります。蟹座さんですね。あこちら、これ取るの忘れてましたね。これ余分なカードなんですけれどもちょっと面白いのでここに置いておきます。はい、なんか意外なね、カードが出ましたね。しかも正位置で出てます。はい、こちらですね、Conqueror of Swords、 こちらはソードのナイトに当たるカードですね。はい、ではね、この2枚で前半の運勢見ていきたいと思いますけれども、そうですね、前半からいきなりですね、こちらのテーマですよね、このご自分の内面の光にフォーカスを当てる、それを感じるっていうのを、まあ、いきなりですね、8月に入ってから、今からでもいいと思うのでやっていただくのが、まあ、鍵になるというか、開運の鍵になると思うんですけれども、それをやっていただくことでですね、ご自分ではその内側にフォーカスするっていうのをやっているっていう風に認識されているとは思うんですけれども、それっていうのはもっとですね、こう深いところというか、こうビッグピクチャーで見るともっと深い意味がある行動だと思うんですね。で、それをですね、しっかりと取り組んでいただくことによってですね、例えばスピリチュアル的な能力が開花してきたりとか、直感がもっと研ぎ澄まされるようになってきたりとかですね、なんかそういう、まあ、二次的なというか副次的な効果っていうのもあると思うんですね。で、そうすることによって、そのご自分が何をすべきなのかとか、どういう行動を取るべきなのかとか、どういう道を進むべきなのかっていうことがですね、自然と見えてくるようになると思うんですよね。で、もしかしたらそれでメッセージを受け取るようになってですね、もしかしたらその声に従うことで環境とかね、ガラッと変わってしまう方っていうのも中にはいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますね。おそらくその
メッセージを無視できないようになってくるんじゃないかなと思います。で、それで必要な軌道修正っていうのは自然と行われていくと思うんですよね。なので、こちらね、すごく意味があることだと思うんですよね。で、それを真摯に取り組んでいただくことによって、おそらくこう後になって振り返ってみた時に、あの時あれやっててよかったなっていうふうに思える瞬間が来ると思うんですよね。おそらくこれがですね、あの時あれを始めたおかげで私の人生だいぶ変わったなっていうふうに思うような、それぐらいインパクトがあることなんじゃないかなっていうふうに思いますね。なのでぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思うんですね。で、本当にやり方っていうのは何でもよくって、やり方にこだわる必要はないんですよね。とにかくこの意識を、この外界、現実、その目の前で起きていることではなくって、ご自分の内側に向けるっていうことですよね。とにかくご自分の意識を内側に向けてですね、そしてその時にもしもこう何か絵柄とか風景とか何かこう浮かぶものがあればですね、それに注意を向けていただく、それっていうのはメッセージの可能性が高いので、それはしっかり受け取っていただくといいと思います。人によってはそれがビジュアルではなくって音で聞こえたりとか、感覚で分かったりとか、文字で浮かんだりとか、そういうのってあると思うんですよね。なのでご自分それぞれのメッセージの受け取り方っていうのがあるので、そこはあまりこう心配せずにというか、本当にどんなやり方でもいいので、とにかくご自分の内側に意識を向けるっていうことですね、やっていただくことで、あなたのこれから進むべき道っていうのがだいぶね見えてくるようになると思いますね。で、おそらくそれが見えてくるとですね、最終的にはそれに従う、そのメッセージを受け取って採用する、そうせざるを得ないような、やっぱりこう道がもう用意されているというか、見えてくるっていう感じになってくると思うんですよね。なので、頭の片隅でいいので、そういうね大きな効果もあるんだっていうことを、覚えておいていただいてですね、毎日毎日コツコツ取り組んでいただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では次、後半ですね。新月前後のキーワード拾っていきます。蟹座さんの後半のキーワードですね。はい、ニュームーンビギニングス、これも素敵なカードが出ましたね。なんかすごいですね、蟹座さん。結構8月ね、運勢なんかいいことがあるっていうわけではないかもしれないんですけれども、すごくね大事な運気になってくるんじゃないかなと思います。はい、こちらですね、4 of Wands、 逆位置で出ました、ワンドの4ですね。こちらのねカード、逆位置ではあるんですけれども、このねウィッシュボーンが、私的にはこれって正位置なんですよね。なのでやっぱり、後半にかけてですね、この前半で行っていただいたこの内側に意識を向けるっていうことですよね。それが早い人だとやっぱりこう後半に入ってからだんだん現実に現れてくる、なんかそういう感じがしますね。なので本当にこうちっちゃいというか、なんか本当にエネルギー的に近いお願いだったら、もう本当にすぐに現実化するんじゃないかなっていうふうに思いますね。例えばそうですよね、なんかこれが欲しいなって思ってたら、それを人からプレゼントされたとかですね、なんか当たったとかですね、なんかお金が必要だなって思ってたら臨時収入が入ったとかですね、なんか本当にエネルギー的に近いことであれば、もうすぐに現実に現れるっていう感じになると思いますね。なのでなんかこう今までみたいに
願うとかですね、あこれお願いしますっていう風になんか必死にならなくても、なんかちょっとあこれいいなとかちょっと思っただけで現実に現れるとかシンクロが起こったりとか、そういうことが加速してくると思いますね。で特にそうですね、何かこうご自分が今まで憧れていたこととかいいなと思っていたこととか、なんか特にお仕事関係とかですね、あのご自分が情熱を持てることとか好きなこととかですね、何かこう情熱を傾けられること、そういうのが具現化していく、始まっていく、そういうエネルギーが結構強いんじゃないかなっていうふうに思います。なので、まあ、前半でこのね道がクリアになってきますよね。でその道をですね進むと決意するだけでですね、もうその道が始まっていく、もうそれをあなたがその道を歩んでいくっていう、そういう人生が始まるっていうことですよね。別に、まあ、大それたことではないというか、そんなに大事ではなくてもいいと思います。本当にあのちょっと気になったから何かこうお教室の体験教室に行ってみるとか、そんなのでもいいと思いますし、本当にちょっとしたことですよね。でもそうやって見えてきたご自分の道ですよね。でそれに対してご自分の内側から湧いてくる、どうしたらいい、まずはどういうことをしたらいいかっていう湧いてきたメッセージをですね受け取っていただいて、で行動を起こしていただくっていうことですね。それで後半からはまた新しい流れが始まってくるんじゃないかなと思います。まあ、すごくねあの素敵な流れになっていくと思いますね。もしかしたらそれで人生が変わって しまう方とかもいらっしゃるかもしれませんし、なのでかなりね8月は素晴らしい運気になるんじゃないかなと思います。たとえあの表面的に見てですね何かこううまくいかないことがあるとか、ちょっと落ち込むことがあるとかですね、あのそういうことがあったとしても、それはあの普通のサイクルの中の範囲だと思うんですね。結局あの今ですねこの8月のこの時期にあなたが学ぼうとしていること、身につけようとしていることっていうのは、外側で何が起きてもご自分の内側は影響を受けない、ご自分で内側を想像することによって外側も想像していくっていう、そのスキルを身につけようとしているんですね。なのであの外側で何が起こるかっていうのはあんまり関係ないかなというふうに思いますね。はい、まああんまりねあのひどい現実があるんだったら、それはご自分の内側にやはりこう原因となる根本となるものがあるということなので、それはね見ていく必要はあるかなと思うんですけれども、まあ普通にあのちょっと落ち込むとかちょっと嫌なことがあったとかですね、まあ、それぐらいは全然あのあなたの運勢に影響を与えるっていう感じではないと思うので、はい、あのぜひですね8月すごく楽しみにしていただいて、この内側に意識を向けるっていうのをですね実践していただきたいと思います。はい、以上が蟹座さんの8月の運勢になります。ではここでですね一度カードを戻してですねシャッフルし直させていただきたいと思います。はい、次はサソリ座さんですね。サソリ座さんの8月のテーマを見ていきたいと思います。こちら光のテーマですね。はい、こちらです。エクスパンション、逆位置で出ましたね。こちら色が本当に素敵ですよね。はい、ちょっと置いておきます。そしてこちらのカードで同じようにテーマを拾っていきたいと思います。はい、こちらですね、逆位置で出ましたけれども、 My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. なるほど。まあね、ご自分の信念にフォーカスをするっていうことだと思うんですけれども、
こちらのねカードと合わせてどういうねテーマになっているかというと、まあ、サソリ座さんってこの3つの水の星座さんの中でですね、一番8月のその火のエネルギーとかこの光の量ですよね、それに対して一番こう耐性が強いのかなっていう感じがするんですけれども、あのカニとか魚っていうのはやっぱりこう水の生物ですよね。なのでやっぱりこう水がないとこう生きていけないっていう部分がちょっとあると思うんですけれども、サソリ座さんはですね、もともとサソリっていうのは砂漠の生き物ですよね。なので結構ですね、あの、まあ、タフっていうわけではないんですけれども、あの火のエネルギーとか光とかですね、強い光とかにも結構耐えられるだと思うんですよね。なのであのもしかしたらそのそういうサソリ座さんだからこその、まあ、8月のこのテーマっていう感じなのかもしれないんですけれども、あの8月を通して意識の拡大っていうのが行われていくんじゃないかなというふうに思うんですね。で、あの意識が拡大するってどういうことかというと、まあ、結局、まあ、目覚めるとか悟りを開くとか、まあ、そういうことになってくると思うんですよね。あの究極的にではですね、まあ、もっと具体的に言うと物の見方が変わったりとか物の考え方が変わったりとか、視点が変わることによってですね、視点が変わると見えてくる景色っていうのが全然変わるんですね。それによって次元上昇する、そういったことが8月のテーマになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。でどちらかというとですね、まあ、何事もなくそれが自然と起こるというよりは、何かこう出来事を通して何かがこう現実にですね起こることによってそこから学んでいくっていう感じになると思いますね。なのでもしかしたらその8月ね、あの現実的にしんどいなって感じられる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これはこう魂の観点から言うとすごくチャンスなんですよね。で、あのこの時期にその経験できるっていうのはすごく、まあ、あのラッキーだと思うんですよね。で、あのしっかりこの8月にですねご自分の現実と向き合っていただいて、何か嫌なこととか辛いこととかがあった時はですね、覚えておいてほしいことが、まあ、嫌って思うってことはあなたはそれを望んでないっていうことをあなたに教えてくれてるっていうことなんですよね。で、それを教えてくれるからこそあなたが本当に何が欲しいのかがわかるっていうことなんですよね。例えば不幸せな状況に置かれるとするとですね、不幸せなのは嫌だって思いますよね。だからこそ幸せになりたいっていうふうに思うんですね。でやっぱりそのご自分の欲しいものとかご自分が理想とするもの、それを認識する機会が与えられるってすごくありがたいことなんですよね。感謝すべきことなんですよね。っていうのが、それがないと私たちっていうのは幸せが何なのかわからなかったりとか、愛されないっていう状態を経験するからこそ愛されるっていうことがどんなことなのかが分かったりとかですね、そういうふうなことがあるわけなんですよね。で、それがない、自分の欲しいものがないっていう状態を経験することで、それを強く欲しいと思うことができるわけなんですよね。で、そこが原動力になっていくっていうのがあると思いますので、やっぱりそういう経験をできるっていうのはすごく貴重なんですよね。まあこの地球でしかできない経験ですし、まあ、あの私たち表面的にそれを見るともうなんでこんなことがっていうふうに思ってしまいがちなんですけれども、魂の視点からするとそれはすごく貴重な経験、嬉しい経験であったりもするので、でそういうのがですね、さそり座さんは8月を通して分かってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
やっぱりサソリ座さんね、すごくスピリチュアル的にスピリチュアル性が高い、霊性が高い星座さんだと思うので、やっぱりね分かってくると思いますね。そういう経験を通して、あ、これは表面的にはこういうことが起きているように見えるけど、その私に、本当のその私に対するインパクトというか効果、これがどういう効果をもたらしているのかっていうのがですね、分かってくるんじゃないかなっていうふうに思います。そう思うとですね、その目の前で起きていることとかがですね、まあ、見方が変わるわけなんですよね。ただ辛いことと思ったら辛いことでしかないんですけれども、辛いけれどもこれは今自分にこういう効果を与えてくれているんだ、こういう学びを、気づきをもたらしてくれてるんだっていうことが分かればですね、それも辛い経験からありがたい経験に変わったりするんですね。で、もうこれがですね、このシフトが起こるだけでもう全然違ってきます。本当に違ってくるので、まあ、それが次元上昇とかですね、目覚めであったりとか意識のシフトっていうことだと思うんですね。なのでテーマとしてはですね、そういうことですよね。物事の表面だけを見て判断するのではなくって、そのことが本当にその水面下で何を自分にもたらしてくれているのか、そこに意識を向ける、フォーカスをするっていうことですよね。それが8月のテーマになってくると思います。はい、ではここに置いておきますね。サソリ座さんの満月前後前半の前半のキーワードを拾っていきます。こちらですね、Assessing、 逆位置で出ました。 First Quarter Moon、 なるほど。そしてタロットカードですね、サソリ座さんの前半のキーワードです。はい、こちらですね、 Two of Coins、ペンタクルの2に当たるカードですね。正位置で出ました。そうですね、まあ前半にかけてちょっといろいろと忙しいのかなという感じはするんですけれども、結構忙しくなるかもしれないですよね。まあお子さんがいらっしゃる方だったら夏休みでもあると思いますし、結構ね、いろいろイベントというか行事というか、まあいろいろとこう借り出されたりとか、やらないといけないことがあったりとかですね、結構忙しくなるんじゃないかなっていう感じはするんですけれども、まあ忙しいとですね、その忙しさに流されてしまうというか、やっぱりこう立ち止まってこの現状を把握したりとか、現状をこれでいいのかなっていうふうに思ってみたりとか、そういう機会ってなかなか、まあ、難しいですよね。でもだからこそこの前半はそれをする必要があるのかなっていうふうに思いますね。むしろこの忙しい状況が起きているっていうのは、あなたにその現状とこう向き合ってですね、こう見つめてほしいからだと思うんですよね。でその忙しい中でこそやっぱり見えてくるものっていうのがあると思うんですよね。やっぱりこの忙しいからこそいろいろと刺激も多くなってきますし、経験も多くなってきますし、忙しくなかった時には見えてこなかったようなことが分かってきたりするんですよね。こう表面上に上がってきたりとか、なんかね、そういうのをちゃんと見逃さずに捕まえて、ご自分にとってこれは本当に必要なものなのかどうなのかっていうのを見極める必要があると思いますね。おそらくそうすることによってですね、こちらの意識の拡大っていうのが進んでいくことになると思いますね。なのでやっぱりこう、日常生活を通してですね、ご自分の現実に、日常に起こる出来事を通して、ご自分の
内面と向き合うっていう、それが8月、まあ、上旬はですねテーマというか、まあ、そういう流れになっていくと思いますね。で、まあ、いろいろあると思うんですね。辛いっていう気持ちが出てきたりとか、いろいろな感情が出てきたりとか、いろいろな思考が出てきたりとかですね、考え方とか、もしかしたら文句言いたくなるかもしれませんし、愚痴を言いたくなるかもしれませんし、でもそういうことがあってもですね、自分を責めたりせず、そのまんま受け止めてあげるっていうのが大事になってきます。そして意識的にですね、それと向き合ってですね、自分はそれに対してどう感じているのかっていうのをですね、じっくり見ていただく必要があると思いますね。そうすることによって、自分はやっぱこういうのは望んでないなとか、これはあんまり好きじゃないなとか、これは理想じゃないなとか、いろいろねメッセージが隠されていると思うんですよね。それを前半はですね、丁寧に拾ってあげていってほしいと思いますね。はい、では後半ですね、新月前後のサソリ座さんのキーワードになります。はい、こちらですね、 Purity、 Snow Moon、 逆位置で出ましたね。はい、そしてタロットですね、1枚引いていきます。サソリ座さんの後半の運勢ですね。はい、こちらです、 Eight of Wands、 ワンの8ですね、逆位置で出ました。そうですね、まあ、後半にかけてですね、ちょっとスローダウンするのかなっていう感じはありますね。現実的な忙しさはスローダウンすると思うんですけれども、逆にですね、その内面で起こっている成長とかは加速していくんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので前半でしっかりとその現実からですね、学びを受け取っていただいた方っていうのは、後半にかけてですね、その内面の成長とか意識の拡大とか、そういうことが加速していくんじゃないかなっていうふうに思いますね。でその過程でですね、いろいろ海じゃないですけれども、そういうものも出てくるのかなっていうふうに思います。やっぱりこうヒーリングとか、この意識の上昇とか起こってくるとですね、やっぱいろいろ出てくるんですよね。つまりそれが出てくることによって、それをこう解放する、そのエネルギーを解放する機会を与えられているっていうことなので、つまりこう意識が上がってくると、波動っていうのが上がってくるんですよね。でご自分の波動が上がってくると、その波動に見合わない、まあ、海というか赤みたいな、なんかそういうもう必要のないエネルギーが炙り出されてくるんですよね。でそれを、まあ、後半は、まあ、ヒーリングしていくというか、手放していく、まあ、そういった作業っていうのを心がけてしていただくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、まあ、感情とかがね出てきた時は、もうそれをジャッジしたりとか、あ、もうこんなの嫌だとか、否定したりせずにですね、もうそのまま思いっきりその感情を感じていただくといいと思います。で感情ってですね、避けようとすればするほど、もう嫌だって思って遠ざけようとすればするほど追いかけてくるんですよね。でそれでもう何年も何十年もその過去の傷からですね、影響を受けたりとかいうこともあるんですけれども、感情っていうのはただのメッセンジャーなので、サインを伝えてくれてるだけなんですね。なのでサインを受け取るっていうことは、
その感情をちゃんと感じる、感情と向き合う、受け止めるっていうことなんですよね。それをすると、ああ分かってくれたんだね、ありがとうっていうことで、感情ってもう自然にこう消えていく、薄らいでいくものなんですよね。なので人っていうのはね、本当にこう自分のネガティブな感情とかですね、やっぱりこう本能的に怖がってしまうんですよね。でそれで避けようとしてしまって、もっとね大変な状況になってしまったりとかもするんですけれども、さそり座さんはですね、やっぱりこの後半にかけて、まあ、前半でしっかりとこのね前半のアドバイスを実行していただいた方はですね、おそらくそのご自分の中にあるものとか、見たくない部分とか、ネガティブな気持ちとかですね、感情とか、そういうのに向き合う勇気というか、それも自然と湧いてくる、自然と出てくる、そういう感じになってると思うんですよね。なので、まあ、前半にそうやって頑張っていただくことで、その、まあ、光のね後押しとかもあってですね、後半はそういう手放しとかヒーリングとか、いらない感情というかエネルギーを手放したりとかですね、もうご自分には合わなくなったものを手放したりとか、そういうのも加速していく、進んでいくと思うので、まあ、心配はないかなというふうに思いますね。自然な流れで起こっていくと思うので、まあ、おそらくさそり座さんはそれを受け止める器も度量もあると思いますし、それを成し遂げる、実行する器も度量もあると思いますので、あんまり心配はないかなというふうに思います。でそれが本当に進んでいくと、秋からですね、もう生きる世界が変わったぐらいですね、意識が変わった新しい世界を生きていただけるようになるんじゃないかなと思うのですね。結構この8月は大事な期間になってくると思います。ですのでご自分を信頼してですね、ご自分の人生を信頼して、そしてご自分の直感に従って、ご自分の心の声をしっかりと聞いてあげて、拾ってあげていただきたいと思います。はい、以上がさそり座さんの8月の運勢になります。ではここでカードを一度戻させていただきます。そしてまたシャッフルをしてですね、次のリーディングに進んでいきたいと思います。はい、では次魚座さんの8月の運勢占っていこうと思います。まずは8月のテーマからですね。はい、こちらになります。 Soul Name ですね。 Soul Mate かと思いました。 Soul Name、 なるほど、こちらがね出ました。そしてこちらでもう一枚テーマですね。8月のテーマになります。はい、こちら客位置で出ましたね。 In any moment I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation and stillness ということで、こちらね客位置で出ました。このね2枚で8月のテーマなんですけれども、そうですね、8月を通してですね、その本当の自分を見つけるみたいな、セルフディスカバリーですよね。なんかそういった感じのテーマになってくるんじゃないかなと思います。例えばその今までもう自分はこういう人だからっていう風に分かってるつもりでいたとしても、例えば何か思い込みがあったりとか、小さい頃のトラウマがあったりとか、まあ、心の傷ですよね、癒えていないインナーチャイルドがいたせいで今のご自分に影響を与えているっていうことが結構あるんですよね。なので自分はこれが苦手だっていうふうに思っていたとしても、なんかそういうですね、不要なものというか、その結局そのトラウマとか傷とか思い込みとか、そういうのって自分
分自身のエネルギーではないんですよね。自分自身のピュアなエネルギーではない、そういうものを手放していく、落としていく、そして軽くなっていくことによってですね、本当の自分っていうのが見えてくると思うんですよね。で、結構私たちって自分のエネルギーではないものを背負い込んでしまってたりするんですよね。例えば周りにどう思われるかとか、常識とか、こういう場合はこう振る舞うべきだとか、私はこういう性格だからこうだとか、私はこれが苦手だとか、私はこれがあんまり得意じゃないとか、なんかそういうものですよね。それで自分を理解しているっていうふうに思っているかもしれないんですけれども、それはそのいろいろですね、曇りがついた、まあ、ある意味バゲージですよね。ゴミ袋ではないんですけれども、なんかそういうこうゴミを背負った自分のことの可能性っていうのもあるんですね。で、一つ一つそのゴミ袋をですね、下ろしていく、そうすることによって本当の自分っていうのが見えてくると思うんですね。で、そうやって見えてきた時の自分っていうのは、今まで自分が知っていた自分とは違うかもしれません。まあ、本質的な部分っていうのは変わらないんですけれども、例えばあの末端の枝葉の部分ですよね。実は自分はこう人前で話すのが苦手だと思っていたけれども、それはこういう思い込みによってとか、こういう過去のトラウマのせいで自分は苦手って思い込んでしまっていたっていうケースもあるんですよね。で、そのトラウマとか思い込みを手放す、解放することによって本当の自分っていうのが見えてくるんですよね。で、本当の自分はもしかしたら人前で話すのもへっちゃら、もう楽しんでしまうぐらいのエンターテイナーかもしれないですよね。それはわからないです。なんかそういう感じでですね、本当の自分を知っていく、そういうテーマになってくるんじゃないかなと思いますね。なので、いろいろ手放し、必要になってくると思いますね。ご自分のエネルギーではないもの、ご自分の魂そのものではないものですよね。そういったものを手放していく必要はあるのかなというふうに思いますね。で、やっぱりそれがどうすれば、それは自分の魂の一部なのか、それともそうじゃないのかっていうのがわかるかっていうと、やっぱりそのご自分の内面に向き合うっていうことを積極的にしていく、まあ、それでしかわからないわけなんですよね。外側に答えっていうのはないので、ご自分の内側に答えを求めていく、ご自分に聞く、ご自分の感覚が何て言ってるかを聞く、それを考えた時にご自分の反応はどうなのかを見るっていうことですよね。で、それを考えた時にあなたの気持ちが下がるとか、気持ちが沈むとか、暗い気持ちになる、こう多分あのテンション下がる、波動が下がるっていうのが分かると思うんですね、ご自分でも。でもテンションが下がる、波動が下がるってことは、それはあなたのものではないっていうことなんですよね。だからそれはあなたとは、あなたのエネルギーとは異質のものなので、手放す必要があるっていうことです。本当にそれがあなたの魂の一部、エネルギーの一部なんであったら、それを考えた時に気分が上がったりとか、ワクワクしたりとか、前向きな気持ちになったりとか、そういう風に上がる方向に行くと思うんですね。でもそれを考えた時に気持ちが下がる、落ち込む、この下がるっていう方向に行くっていうことは、それはあなたのエネルギーではないっていうサインなんですよね。なので、それをね、あの基準にして、8月はですね、本当のご自分を探っていく、そして本当の自分に合わないもの、もう波動が違う、自分の波動を下げてしまうようなものっていうのは積極的に手放していく必要があると思いますね。
まあ、あの表面上は大変な作業かもしれないですけれども、しっかりね8月それに取り組んでいただくことで、おそらくこう秋以降はですね、その8月のご自分に感謝するような感じになってくるんじゃないかなというふうに思いますね。もう本当あの時あれやっておいてよかったっていうふうに思えると思うので、ぜひね前向きに取り組んでいかれてください。本当の自分に戻る作業っていうのはとても楽しいっていうのとはちょっと違うかもしれないんですけれども、ワクワクする魂にとってはですね、エキサイティングで本当に、はあ、よかったって安心するようなプロセスなんですね。なのでぜひね、あの積極的にこちらのテーマ取り組んでいただければと思います。はい、ではまずは前半のキーワード拾っていきますね。魚座さん、満月前後のキーワードです。 Face、 なるほど、こちら逆位置で出ましたね。 Warm Moon、 はい、結構ね似たようなキーワードがさっきから出てますけれども、ではこちらタロットですね、アドバイスを引いていきます。魚座さんの前半ですね、Conqueror of Coins、 これはですねペンタクルのナイトに当たるカードですね、まあ、逆位置で出てます。そうですね、まあ前半ちょっと現実生活きつく感じられるのかなという感じがしますね。まあ暑さにやられるとかもそうだと思うんですね。あとはこう現実的に忙しくなったりとか、ちょっとですね、あの前半はしんどいと感じられる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、でそういう時に限ってですね、過去のトラウマが出てきたりとか、ネガティブな感情が出てきたりとか、こうトリガーをね引かれたりとか、感情的なトリガーですよね、そういったことがあるかもしれないんですけれども、ある意味ちょっと前半は試されているではないんですけれども、そういう現実を経験することでご自分の信念というか、自分は大丈夫だっていう絶対的な信頼とか、無条件に私は大丈夫って思えたりとか、なんかですねそういうことを、まあ、トレーニングするように仕向けられているというかですね、なんかそういう感じがしますね。やっぱりそういう大変な状況とか、忙しい状況とか、辛い状況に追い込まれて初めてですね、人間っていうのは、まあ、スイッチが入るというか、お尻に火がつくっていう部分があると思うんですね。で、まあ、前半はですね結構この地のエネルギーが強いと思うんですよね。なのでその強いエネルギーに振り回されるっていう部分もあるのかなというふうに思いますね。なのでその具体的にその現実生活でこういろんなことが起きたりとかですね、それは悪いことに限ったことではないと思います。あのいいことがたくさん起きても、それでかえって忙しくなったりとかですね、あのかえってこうお仕事が忙しくなって、こう売り上げが上がったりとか、そういうことっていうのもあると思うんですね。でそれがいいことなのか悪いことなのかっていうのは、まあ、あんまり問題ではなくって、やっぱりその大変な状況とか、そういう状況に直面した時、その時にいかに自分がその外側の状況に振り回されずにですね、ご自分を信頼することができるか、そこに限ってくるんじゃないかなというふうに思います。なのでその前半はおそらくいろいろあったとしても、結局はそこですよね、そのご自分に対する信頼とか、ご自分の魂に対する信頼とか、まあ、結局はですね、私たちっていうのは創造主、まあ、神様とかね、いろいろ言い方はあるんですけれども、その一部であり神様そのものであるんですよね。で私たちはこの体を持ったこの生きている自分
この世界を見たり聞いたり感じたり生きている自分、これが自分の全てだと思ってしまいがちなんですけれども、実際はそうではないんですよね。で、その広がりですよね、このご自分のフィジカルな体、そこに閉じ込められていた今までの自分からどんどんこう意識を広げていってですね、その外にも自分自身っていうのはあるんだっていうことを感じることができれば、ご自分に対する信頼っていうのも強固なものになっていくと思うんですね。やっぱりこれだけがですね、この体を持ってこの地球で生きているこれだけが自分だと思うとですね、なかなかその自分を信頼するって難しいと思うんですけれども、もっと自分は大きな存在、もっと広がりがある存在、もっと境目がない存在なんだっていうことを感じることができればですね、ご自分に対する信頼っていうのも徐々に気づけていけると思うんですよね。なんかそういうのを気づいていく前半になっていくんじゃないかなと思いますね。なので、もしも今この話を聞いてちょっとよくわからないな、その自分がこの体だけじゃないってどういうことなんだろうって思われる方はですね、積極的に YouTube とかでですね調べていただいたりとか、ネットでね検索していただいてもいいと思いますし、いろんなねこうスピリチュアルのリーダーが言われてますよね。その自分は神様の一部なんだとかですね、自分は創造主の一部なんだとかですね、なんかそういうことを言われている方ってたくさんいらっしゃると思うので、そういう方のですね話も参考にしつつ、そしてそのご自分の現実を生きながらですね、それを実感する、なんかそういう感じになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりこういう知識っていうか、理解ですよね。これってただ人の話を聞いたりとか本を読んだりとかして、ああそうなんだって思うだけではやっぱりこう 100% 理解するっていうのは難しいんですよね。やっぱりその人っていうのは自分の経験を通して本当の意味で理解していくっていうのがあるので、前半はねそういう感じになってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、では次後半ですね。魚座さんの新月前後のキーワード、はい、こちらになります。 Gratitude Last Quarter Moon、 はい、素敵なねカードが出ました。そしてタロットですね、魚座さんの後半の運勢ですね。はい、こちらになります。 Seven of Swords、 ソードの7ですね。正位置で出ました。なるほど。 Gratitude Seven of Swords、 後半にかけてですね、感謝っていうのがキーワードになってくると思うんですけれども、意識してこう感謝しようと思って感謝をするというよりは、この前半で取り組んでいただいたことですよね。その自分を信頼したりとか、その自分は現実を生きている、体を持って生きているこの自分だけではない、そういうことを経験によって学んでいく、その過程でおそらくこういろいろ見えてくることがあると思うんですよね。意識が拡大していくっていうことなので、でそうするとですね、今まで例えばその自分を苦しめていた人とか、自分を苦しめていた思い出とか、嫌だなと思っていたこと、嫌だなと思っていた人、自分にとってこれはできれば忘れたいと思っていたこととか、そういうことがですね、本当は自分に何をもたらしてくれていたのかっていうのがおそらく見えてくると思うんですよね。で、それで、ああそうだったのかっていうふうに
それをこう実感することによって自然と感謝の気持ちが湧いてくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので後半はですね、それを味わっていただく、もうその気持ちに、感謝の気持ちにフォーカスすればするほど、それがですね、どん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 拡大していく、エネルギーを持っていくっていう風になるので、そうするともっともっと感謝するような出来事が引き寄せられてくるんですね。そのご自分の内側にあるものが外側に現実化するので、内側を感謝の気持ちで満たせば満たすほどですね、そういった現実にいいものを受け取る、もっと感謝ができるようなことを受け取るっていう風になっていくと思うんですね。で、特にもう本当もうこれ許せないと思っていたこととか、もう本当これはもう嫌だと思っていたこととか、もう自分にとってもう本当頭が痛い問題だったこととかですね、でそれが本当にあなたにどういう効果を与えてくれていたのか、もう全部あなたのために起こっているっていうことなんですよね。究極もそれはご自分が選択して、そして自分の人生に現れたっていうことなので、やはり何らかの意味があってそれは起こっていたっていうことなんですよね。で、そこのですね、本当の意味っていうのが分かると、もう感謝しかないと思うんですよね。そういう経験を後半にかけてしていただくのかなっていうふうに思います。まあ、これは、一見して過酷なね、経験のように見えるんですけれども、それを経験している本人にしたらですね、もう本当に素晴らしいですよね。もう本当にこう肩の荷が下りたっていうか、もう今までこう重荷で仕方がない、もうゴミ当然と思っていたものがダイヤモンドに変わるみたいなですね、もうそういう美しい瞬間を経験することになるので、もうそれはですね、本当に何事にも変え難い瞬間だと思うんですよね。で、それを経験するために私たちっていうのはわざわざ波動を落としてですね、地球に生まれてきていますので、自然にですね、ご自分のエッセンスというか、そのご自分が何なのか、どういう存在なのか、何をしにこの地球に来ているのかとかですね、そういう部分がだんだん分かってくると、だんだんいろいろなものが見えてくるんですよね。今までと見ていた景色が本当に変わります。なので、そういうことを私たちはこの地球で経験したくてこの地球にね、来ているっていうことなので、やはりそれを経験するっていうのは至福のことなんじゃないかなっていうふうに思います。なので、後半にこういう流れになれるようにですね、前半しっかり頑張ってね、いただくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、前半しっかりと頑張ってね、このテーマに取り組んでいただくと、後半っていうのは本当にたくさんの感謝の気持ちを受け取っていただけると思うんですね。自分で感謝の気持ちを持っていると、人からも感謝されるっていう循環になりますので、ぜひね、8月はこちらのね、テーマ積極的に取り組んでいただければと思います。はい、以上が魚座さんの8月の運勢になります。はい、いかがでしたでしょうか。で、皆さんそれぞれやっぱり8月はですね、どの星座さんにとってもすごく大事な、ある意味節目の時期になるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、それぞれのね、テーマしっかり取り組んでいただくと、本当に秋から運勢が変わる、こう運気が変わる、受け取っていただくものが全然変わってくると思うので、ぜひね、楽しんで8月それぞれのテーマに取り組まれてください。はい、以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価、とても励みになっております。ありがとうございます。では次のビデオでお会いいたしましょう。さようなら。